えた。一色先輩の気づいた時には裸エプロンイリュージョン。リバースだ。いや、こちらこそっすわ。もう料理が尽きたね。サワラの切り身があるんだ。僕が何か作ろう。その格好で調理するんすね。おはよう、相馬くん、吉野くん。朝の労働は心を健やかにしてくれるよ。共に汗を流そう。一色先輩も去年行ったんですよね、この合宿。ああ、もちろん。僕の代でも連日何十人もの生徒が強制送還、退学させられていたよ。極星のてっぺんは譲らない。お会いできて光栄です、サイバーシェフ。丈一郎で構わないぜ。一色先輩の格好を見ても動じない。さすが元十傑。そういう問題か。私が取り仕切るよ。いや、これは見物ですね。わー、びっくりした。一色、なんであんたがいるんだい。朝の畑仕事の帰りに面白そうな勝負の匂いを嗅ぎつけたもの。いや、実に清々しい朝だね。夏休み初日にふさわしい。はい。君たちもたくさんお食べ。はい、お招きいただき感謝します、一色さん。はい。裸エプロン男がうろうろしてて、なんで誰も何も言わねえんだ。ハイランド開始だよ。まだまだ夜はこれから。さあさあさあ、うわー、ブーメラン出た。一色先輩のサーモフォーム、競泳水着だ。そういや、一色先輩はどこに行ったんだ。ああ、それなら。おーい、待たせたね。さ、みんなで思う存分涼しくなろうじゃないか。あれ、ふんどしじゃないんだ。むしろ普段より露出度が低い。